さあ清水希容選手、稲垣愛選手の対戦、ベスト64なので2人にとってはこれ1回戦ですね、1試合目ってことですね。あ、稲垣さん2試合目ですか、予選から。さあ、3.66 センチ、そのうちにつけることができるのか。うん、これは、清水希容選手先行のゲームスタート。綺麗にこうこめかみのところで止まりましたね、止まってますね。さあ稲垣選手、ナイスカウントですね。ああ、いい感じですね。いや、いいキープですね。さあ稲垣選手、255残り。さあトリプル捉えて、これは18。ああ、まあ、あ、そうか。間違えました、失礼しました、20で終わります。170残り。ビッグフィッシュ。ナイスキープですね。さあ289。少しね、横ずれがまだ多いですが、これをしっかりね、20ラインまとめたいですね。18からいって20、トリプル捉えて16ダブル。おー、うまい、決めてきた。
21ダーツでナイスフィニッシュ。ミスがね、やっぱ清水選手少ないですよね。キャリア豊富なだけのことはありますね。トリプル捉えてくる。もう一本。ワンボディー、ナイススコア。さあ276残り。いや、枠は外さないですね、清水選手。安定します。ここで大きく削ってきたのが稲垣選手、217残り同士。いや、ここもナイスキープです。157残り、上がり目を作ってきました。217残り、ここも上がり目作りたい稲垣選手。上がりめ少ないです。157残り。さあ17-20、19いきました。20から18、トリプル。アレンジまで。
して二重ダブルですね。ここをしっかり。決まらず。10ダブル来ます。これ決めたいですね。5ダブル。さあ稲垣選手チャンス回ってきます。104残り。17トリプル。チャレンジからの2ダブル。2投目。さあ清水選手しっかり決めてきました。